大分協会会長郡和人様よりご挨拶を頂戴いたします。郡会長よろしくお願いいたします。そして、どんなに苦しい状況でも
ファン、サポーターの皆様、今シーズン本当にありがとうございました。その中で目標として掲げていた J2 優勝、 J1 昇格、これを成し遂げられなかったこと、本当に申し訳ありませんでした。10試合以上勝ちがなかった時期もありました。私たち選手もそうですが、皆さんの方が苦しく辛い日々だったと思います。そんな中でもホーム、アウェー関係なく多くの皆さんが私たちに声援、パワーをくれました。俺たちはここにいていいチームじゃない、 J1 にいなければならない、そう改めて強く感じました。今シーズンの悔しさは来シーズン必ず晴らします。チーム一丸となって J1 昇格を目指します。皆さんも僕たちと共に戦ってください。になりますが、今シーズン本当にありがとうございました。ありがとうございました。レガタ世代2023シーズン本部最終戦セレモニーを終了いたします。これから選手スタッフを含めまして、ボールレガタでピッチを一周し、サポーターの皆様、そしてご来場の皆様へ感謝の気持ちを込めてご挨拶をさせていただきます。改めて